ガンモドキはい、どうも、ねむりです。まずは皆さん、秘宝でございます。バウンティーラッシュがザクトレと化してしまいました。こちら、ショート動画にもアップしたんですけれども、現環境ですね、ロジャーさんの抜き合いのゲームでございます。はい、まさかこのリーグがザクトレみたいになるとは夢にも思いませんでした。そして、白ひげさん、さよなら。まさか運営さんがこんなひどいことすると思いませんでした。ということで、気を取り直して、ロジャー5の現環境ランキングやっていきましょう。いつものことなんですけど、あくまで僕個人的なランキングなので参考程度にしてくださいね。そして今回も SS プラス SS トリプル S の4段階に分けてやっていきます。早速では S ランクからこちら、はい、おでん、白ひげ、おりんとなりました。まさかの白ひげ一気にダウン。いや、まあね、このあたり、賛否両論あるかもしれませんが、まあ、あくまで本日限りの断定なんでね、まあ、ちょっと多めに見てください。まあ、白ひげですね。まあ、僕はそもそもそこまで高い評価ではなかったんですが、まあ、今回2ランクぐらいダウンといった感じですかね。やはり、ロジャーがめっちゃきつい。うん、めっちゃきつい。そのめっちゃきついロジャーが圧倒的にめっちゃ増えそうっていう感じ。これが一番の要因ですね。まあ、多少増えるんだったら、まあ、全然守れるんですけど、まあ、多分めっちゃ増えるでしょう、ロジャーね、今後。今日だけじゃなくて今後に向けて引く人も多くなってくるでしょうし、どんどんね、レベルも上げてくると思いますので、まあ、この白ひげよりはニカの方がまだ守れるんですが、まあ、その大きな理由の一つが、ニカはね、防御力増加なんですよ。で、これに対して白ひげはダメージ減少なんですね。だから、ダメージ減少無視のロジャーのスキルが刺さってしまうんです。ニカはね、逆に割と固めでいけるんですよね。まあ、ただね、全旗を瞬時に守れるスキルを2つ持ってるっていうのは、白ひげならではなので、まだここに留めておきたいという気持ちがございます。はい。で、オリンちゃんも結構落ちていかれたんですが、まあ、ニカ以外のディフェンダーがほぼ落ちたっていう印象でしょうかね、今回はね。初めて出た、レイリーさん。はい。レイリーさん、ちょっとかわいそうじゃないですか、皆さん。なんかすごいね、アンダーアーマーみたいな着てるけど、ピッチピチの。せっかく満を持して3体目来たのに、なんか来た瞬間にランクバーン落ちるみたいな変な現象起きたよね。なんかディフェンダーが全員下がっちゃったっていう感じですね、今回。まあね、とはいえ、オリンちゃんは、まあ 1.5 貯めれるし、まあ、ゲッターにもなれるんでね。はい、そのあたりでまだこのランクで留めておきたいところでございます。そして、おでんちゃんですね。はい、おでんは、まあ、せめてね、宝のエリア内で状態上無効がついていれば、もっとね、ワンランク、一歩先を行ったかなと思うんですが、もうほんとそれだけでだいぶ違うと思います。それがあればね、対ロジャーは、まあそこそこいけたとは思うんですけど、なんか旗握ってる時にね、ゴリ押してバチ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 コーンってワンパンするみたいな未来が見えたかなと思います。まあ、なのでワンチャンね、気絶短縮のメダルつけたらいけるんじゃないかと思ったんだけども、やっぱ短縮じゃ弱いんだよね。1. 何秒の差はめちゃくちゃでかいんですよ。やっぱ無効じゃないとダメなんだよね、これは。このメダルも、つけてちょっと今後リーグ潜っていこうかと思うんだけど、ダメだと思う、これは。はい、正直ね、この S のランクと、S から以下のランク、もうめちゃくちゃ微々たる差です。はい、もうこれは、もう多分いろんな配信者さんによってだいぶ違うと思うので、まあ後でね、そのランク外、惜しくもランク外に行ってしまったキャラも、公表しようと思いますので、まあそこもね、ぜひ、解説を見ていただければと思います。はい、それでは S プラスですね。S プラスはこの二人、シャンクス&ゾロ。はい、嬉しいです。僕はこの二人がぐんと上がってくれたのがね、非常に嬉しいんですが、シャンクス、もう今一番のロジャーキラーではないでしょうか。もうほぼいろんな特性が刺さりまくってますよね。まず気絶が無効化できて、さらに無効化したら体力が 15% 回復、そして通常攻撃でもスキルでもどちらでもぶっ飛ばしを持っている、さらに状態上無効がかかる赤髪の覇気状態ということでね、まあ、この上にもう言っちゃいますけどエースヤマト出てくるんですが、ちょっとねエースヤマトよりもワンチャン上かもなーとかって思って迷ったんですよ。でもね、まあ、エースヤマトの方もぜひ解説見ていただければと思うんですが、若干下ですね。はい。そして次はゾロですね。ゾロもシャンクス同様株が上がった一人ではないでしょうか。僕はね、もうゾロずっと使ってたのでめっちゃ嬉しいんですが、まあゾロビー気なところもあります、正直。ただ、シャンクスとゾロどちらもロジャーと対マンしてみたんですが、対マンだとね、多分ゾロの方がワンチャンいけると思う。
少し上じゃないかなっていう感じはありますね。まあ、ロジャーに対してね、スタイル変化こそできないものの、まあ、気絶の無効化っていうのが素晴らしいです。このね、無効化が短縮とかだったらダメなんですよね。やっぱ無効っていうのが素晴らしいところでございます。まあ、ロジャーのね、最強の特性を一つもう無駄にしちゃうっていうことですからね。はい、もう今後結構僕ゾロ使うと思いますね。はい、そして SS ですが、SS はこの3名様。エース山とカイドウニカ。大体もうこのあたりね、ほぼ同列だと思います。はい、まずニカなんですけれども、今回ワンランク程度僕の中で上がりましたね。まあおそらく、今の中では、環境では、ディフェンダーとしては結構欠かせないかなと思ってます。まあ状態異常効かないのと、ぶっ飛ばしを持つっていうのがいいですよね。いろいろやってたんですけども、やっぱ乱戦の時とかでね、あればカウンター備えて、誰かがね、攻撃してくれたらロジャー剥がせるっていう場面が多かったので、まあミスることも多いんだけどね、乱戦の時にカウンターは結構使えるかなと思います。ただね、ただ、ロジャーからめちゃくちゃ守れるかというと、そうでもないんですよね。まあとりあえず、1体は 1.5 貯める要因として欲しいなっていう感じで、まあユーザーさんたちの使用率は多くなるかなという程度です。まあさらにはね、ぶっ飛ばしがついてるってのもやっぱいいところでございますね。まあでもほんと正直なこと言っていい？今の環境ディフェンダーいらないとも思ってんのよ。もうディフェンダーのいる意味がないとも思ってるんです。ちょっとこのあたり僕は今後リーグに潜るで変わってくるかもしれないんで、またその都度お伝えしたいと思います。はい、続いてエース&ヤマトですね。こちらはね、アタッカーの中ではまだまだ上位かと思います。もう全然使えるかなと思いますね。ロジャーを含むどんなキャラに対しても高いワンパン性能があって、まあキドロと同様、コンビキャラであるということ。そして攻撃力のパラメーターがある程度上がりやすいロジャーに対してはダメージ減少っていう特性がつくので、まあ、そこそこ強く出れるんですよね。とはいえね、やっぱ気絶とか受けて、もうバチボコやられてしまう時もあるので、勝てる相手、まあ、ニカとかキドロとかにこそ積極的に攻撃を仕掛けていく。ここの立ち回りはね、変わらず、リーグで潜っていくと良いかなと思います。はい、そして次、カイドウですけれども、カイドウはね、まあ、ロジャーが来たからといって、特に僕の中では下がりもせず、そのままスライド式になんかガチャンってなった感じなので、まあ、以前と変わらず、この SS のままという感じです。非常にいいなと思ったのが、やはりね、この回復不能がやっぱいいんだよね。ロジャーが旗のエリア外にいたらね、ぜひこの回復不能をプレゼントしてあげてください。もうね、味方からしたらそれ最高の立ち回りになるから。ロジャーね、やっぱ旗抜けば抜くほどどんどん回復しちゃうんで、それができないっていうのはね、もう非常に厄介なんですよね。はい、まあさらに今旗抜き抜きのこのザクトレ環境になってしまったので、よりカイドウのラグナラクが生きてくる環境かと思います。はい、それではラスト、トリプル S はもちろんこの二人、ロジャー&キドロ。ただ一つだけ言いたいのは、同じトリプル S の中でも順位としてはロジャーのが上です。はい、もう頭一つ分抜きん出てるような印象ですね。まあ、とはいえね、キドロもコンビキャラである強みのスキルが4つあること、そしてまあ体力2倍は健在ですね。まあ、あとはローの状態異常も今めちゃくちゃ環境に刺さってますし、防御力が増加するっていうのが、もしねロジャーとタイマンとかだったら割と刺さるかなと思います。なんかロジャーが来てめちゃくちゃやりづらくなったっていうよりかは、自分よりちょっとやべえやつがなんか大暴れしてんなみたいな、まあ別に俺は自分のねゲッターとしての役割全うすればいいけどねみたいな立ち回りが求められる環境ですね。はい、最後もちろんロジャーなんですけれども、強いですね。なんかね、なんとなくなんだけど、そのキドロの旗虫の特性に加えて、キングの機動力プラス3回無敵の強力なバージョンみたいのがついてる感じ。まあキドロとキングガッチャンコしたような、なんかそんなキャラクターにちょっと思えますね。まあこの 1.5 ゲージのね貯める環境では間違いなく最強です。まあね、シャンクスとかゾロがやっぱしんどいと、はい、いう声もあるんですが、正直ね、戦わなくていいから彼らは。うわ、シャンクスが追ってくるーつったらまた逃げればいいんですよ。はい、スキル2使ってね、もう次の旗どんどん行ったって、もうザクトレやっちゃってください。一人ザクトレですよこの人。はい、そんな感じでですね、まあ完全に今ロジャー一強の時代となってしまいましたが、もうね非常に溢れてますね。クソゲーとか、まあ、バウンティ終わったなとか、はい、あのね、そんなの昔から言われてます。もう強いキャラが出るたびに言われてます。こういうまあめちゃくちゃ一強のね超フェスが出た時の注意点なんですけれども、次に出てくる超フェスとかフェスゲンがですね、この一強を潰しに来るっていう可能性が非常に高いんですよね。だから極端に言うと、なんか気絶を付与されたら相手の最大体力50%減らすとか、わか
んないけどね。まあ、そういうなんかやべえやつが、まあ、出てきてちょっと環境鳴らすみたいなのが結構当たり前なんで、まあね、今白ひげが一気に落ちて落ち込んでる人もいると思うんですけれども、もしかしたら次のキャラフェスゲンとか超フェスによってはかなりググッと上がってくる可能性も全然あるのでね、ぜひ長い目で見ていただければと思います。とはいえですね、やはりゲッターの超フェスは長生きするっていうのが通説なので、皆さんこれ迷ってる方いると思いますが、もうぜひ引いていいと思います。僕はね、もうダイヤ温存しろっていう派なんですけれども、このキャラこそ引くべきだなと、はい、思っておりますので、もうぜひ全部っ爆死したってください。はい、でランク外としてはですね、今回キング、フランキー、アルベル、あとゲッターのおでん、そしてウタ、クラッカーなどが続いてくるんですけれども、いや正直ね、みんな S に上げてもいいぐらいなんですよ、このあたり。あの僅差本当にあんまり関係ないんですが、まあ、僕的にね、今回初めてのランク外となった、例えばキングなんかに関してはね、非常にまだまだ使えるキャラクターかなとは思うんですが、まあ、キング含めてですね、いやもう正直ロジャーとキドロでいいよなってなっちゃうんですよ。あんまりこうね、いる意味がなくなっちゃったなっていう感じですね。なんか全てのゲッターの上位互換みたいなのがロジャーが来てしまったんで、まあ、他のねゲッターを結構差し置いちゃったっていう感じですね。同じくやっぱ歌とか、アルベル、クラッカー、このあたりに関してもまあ同様ですかね。そう、エースヤマトとかシャンクス、ゾロあたりでいいしなっていう感じでさ、もともとワンチャンこれクラッカーやばいんじゃねみたいな話があったじゃないですか。まあ、確かにね、全然使えるんですよ。ロジャーに対してもクラッカーおじさんで、無敵剥がせたりとかね。で、このラプンツェルスキルでダメージ減少で、まあワンパンできたりとかってあるんですけれども、でもそれだけかなって感じ。いや、シンプルに逃げられるんだよね。逃げたら逃げたでシャンクスとかゾロにやられちゃうのよね。そういうところがな、なんかオリンがはびこってる、オリンとロジャーがはびこってったりとかしたら、クラッカーもねめちゃくちゃ上がるんだけど、いやそれ以外に苦手なキャラクターも結構多いなっていう印象があったので、まあ僕ちょっとギリギリね下げさせていただいたという、はい、経緯がございます。いや、このあたりね、ちょっと落ちちゃったキャラクターが多いんで、皆さんからしたらね、いやいやそんなことないでしょうとかって言う人も多いと思うんですが、もう苦肉の策としてね、落とさせていただきました。はい、なのでもうみんな僅差、本当に僅差だからね、このあたり全部 S でもいいよっていうことは十分ご承知おきください。はい、ということでまたちょっとランキングもね、今後まとめていきたいと思いますので、よろしくお願いします。じゃあね。いやー、今回のランキングは非常に難しかったというか、白ひげが落ちまくって、もうなんかやる気が失せたというか、もうなんでしょう。